はい、それでは今度は右側のスイッチのこのリモコンの交換をしたいと思います。これね、これを付け替えていく。よいしょ。付属品とかに関してはね、前回動画、左をやった時の動画を見てみてください。よいしょ。まずはこちらからだね。まずはこの4箇所を同じように外していきます。てんだね、このネジってね、多分人の手垢とかホコリとかなんだろうな。結構汚れてる。よし、早速開けていく。よいしょ。はい、開きました。同じくこれね、端子が2個ついてるので、これを切らないように開封してください。ただまずこのバッテリー、これね、こことここに両面テープでついてるだけなので、こじって外していきます。よいしょ。ここにちょうど溝があるからね、ここが一番手が入りやすいかな。ここからこう、うっと少し爪を入れてやってもらえると。よっこしょ。なんだこれ、硬いな。こういう時はこの付属のね、これを使ってこうしてもらえれば。よいしょ。両面テープも強いんだね。よいしょ。あ、何これ、弱ってるよ。はい、 OK で外れました。そしたら今度はプラスドライバーで、この1、2、3箇所ね、これを外していきます。1、2の3箇所。はい、し、取れた。よし。で、ここにね、なんかね、変なSIMカードみたいなのがあるから、これね、ちょっと気をつけようね、これ。とりあえず、ここをね、一回オープンしないと、おっとっとっと、何かかかってるぞ。あ、これだ。やっぱこれだね。これをどかして、こういうふうに開いていく。なんでこれ随分きついのに、ここは。よし。そしたら交換箇所はこれになりますので、これがね、今こういう形かな。この2箇所をプラスドライバーで外していきます。で、ここはね、同じく、あ、マジ？取れた。これ取れちゃったけどいいのかな。あ、いっか。こうつければいいんだもんね。今ごめんなさい、これ取れちゃった。さっきね、これ外さずに交換できたんだけど、これ一応外した方がいいのかな。あ、うん、まあここの端子がついたのが取れちゃいましたね。でまずこれをかち上げて、この時ね、爪楊枝のが絶対いいですね。ここ黒いのを上にかち上げます。ちょっとこれが抜けるので、この部分ね、これ
外したらプラスドライバーで2箇所を緩めていきます。はい、外れましたね。そしたら新しいのをこれ取り付けて、びっくりした、これ外れるんですよ。これはね、ここにこうつければいいだけ、バネからつけてね。なになに、これ入ってる？入ってるな。うん、これが問題だ。うん、むずい。こ
これはイレギュラーだね。めっちゃ短いもんな、これは。お、入った。よし、入ったよ。こんな感じ。そしてこいつを戻していく。おう、危ねえ。これ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 。この子を入れて、よし、オッケーオッケー。はい、そしたらこの外した3つをつけていきます。いや、最初一瞬焦った。あそこ取れると思わんかったもんね。よいしょ。よいしょ。バッテリーのそば嫌だ。バグる。よし。1、2、3。よし。たらバッテリーを戻してこのSIMカードをスライドさせて、ここにちゃんと固定して、そして蓋を閉めて、フレームアウトしちゃう今ね。 SIM カードをつけて、おっと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 、よし、オッケー。そしたら Y 字ドライバーね。これがね、磁石じゃないのよ。これね、本当にすごい精密ドライバーみたいなもんなんで、ではみたいなもんっていうか精密ドライバーか。何度かね、頭やっちゃうと、危ない。もうね、柔らかくなっちゃってね、ちょっと柔らかくなってくる。頭が潰れやすいから、本当に開閉開け閉めするときはね、気をつけてください。慎重にやった方がいいです。でしかもね、これやっぱりね、安いからね、他のも買ったのもあるんだけど、頭がね、ちょっとこういうふうに芯が曲がってるのがあるんで、このね、センターがこうねじっていくとね、あのネジが曲がる、こうなんていうのかな、グネグネうねうねして入る時があるので、そうするとね、本当に本体のプラスチック削っちゃうから、ここはね、慎重に、ちょっと手間でも慎重にやった方がお利口ですね。よいしょ。これね、買ってもリモコンってめっちゃ高いのね。7000、消費税と8000近くするのかな。だからなんだかね、3つも4つも買ったけど、ちょっと今回修理キットを買ってトライしてみました。もうほんとね、こういう細かい作業苦手な自分でもできるので、もしね、同じような悩みを持っている人がいたら、ぜひ試してみてください。完成です。
はい、ということで今回はスイッチのリモコンの交換をしてみました。以上、ご視聴ありがとうございました。ボーイ。